ここはトミカワールドにあるトミカアドベンチャー。このエリアは屋上やキャンプ場、サファリパークや農園などトミカでドライブを楽しめる場所がたくさんあるんだ。今日は僕とこのトミカアドベンチャーでどこが変わったからクイズで遊ぼう。それじゃあ早速トヨタランドクルーザーに乗って出発だ。トミカで遊ぼう。よし、牧場に到着だ。それではここでどこが変わったからクイズ。この牧場の一部分がゆっくり変わっていくよ。ゆっくりゆっくり変わっているよ。どこが変わっていっているかわかるかな？全部変わっちゃった。答え。ここだよ。フライドポテトカーはヤンマーコンバインに変わっちゃった。わかったかな？トミカで遊ぼう。今度は山道へドライブに出かけよう。よし、オート山道ドライブに到着だ。トミカが自動でどんどん登り、急な坂道やカーブをビュンビュン走るコースをチェンジ、オート山道ドライブ。それではここでどこが変わったかなクイズ。このオート山道ドライブの中のトミカがゆっくり変わっていくよ。ゆっくりゆっくり変わっているよ。今回は2箇所変わっていくよ。どこが変わっていっているかわかるかな？変わっちゃったよ。わかった？答え。ゆっくり変わったのはこことここだよ。トミカで遊ぼう。見て見て、トミカがいっぱい駐車されているよ。ここはトミカタウンにあるトミカの大駐車場。トミカには君たちの街にも走っている働く車もたくさんあるんだ。町の平和を守る緊急車両や工事現場で働く車、荷物や人を運ぶ車など、かっこいいトミカがいっぱいだね。今日は僕がみんなに働く車のクイズを出すね。トミカで遊ぼう。トミカタウンを火事や災害から守る無線でピピッと出動指令、点検ファイヤーステーション。ここに配備されている火事が起こった時に出動する消防車はどれかわかるかな？3つの中から選んでね。わかるかな？ホースを使って火を消す車だよ。答え。このトミカだね。大正解。トミカで遊ぼう。今度はトミカタウンビルドシティパワークレーン建設現場で働く車のクイズだよ。この工事現場で働いている土や砂利を大きなブレードで掘り起こしたり運んでいる黄色い工事車両、ブルドーザーはどれかわかるかな？3つの中から選んでね。ブルドーザーは工事現場の王様と言われている工事車両だよ。答え。ブルドーザーはこのトミカだね。よくできました。トミカで遊ぼう。今日はトミカを使って
いろいろ比べっこしてみよう。まずは練習だよ。ここに並んでいる消防車とパトカー、どっちの方が多いかわかるかな。一緒に数えてみようね。消防車が1台2台、パトカーが1台2台3台。そう、パトカーの方が多いね。他にもトミカの大きさや長さを比べて遊んでみよう。トミカで遊ぼう。空気で動くギミックいっぱいの空気はすごいぞ君が整備士デラックストミカ整備工場。ここではたくさんのトミカの整備点検が行われているんだ。あそこにはこれから整備を受けるトミカが2台並んでいるね。ここでトミカ比べようクイズ。整備待ちをしているホンダ S660 とベルファイア、どっちのトミカの方が大きいでしょう。よく見て比べてみてね。どっちの方が大きいかな。答え、このベルファイアだね。よくできました。トミカで遊ぼう。今度はトミカの工事現場にやってきたよ。あそこにあるのはトミカタウンビルドシティパワークレーン建設現場だ。たくさんの工事車両が働いているね。2台のクレーン車がやってきたよ。同時にクレーンを伸ばし始めたぞ。ここで比べようクイズ。どちらのクレーンアームの方が長いでしょう。よく見て比べてみてね。どっちのクレーンアームの方が長いかな。答え、こっちのクレーン車